さあどんどん行くぞ。次時坂と伊吹。勝負をつける時が来たみてえだな。こう剣道部で鍛えた根性今こそ見せてやんよ。剣道は関係ねえだろ。つうかお前そもそも部活をサボってばかりじゃねえか。頑張ってね二人とも。よーい始め。やれやれつい熱くなっちまったぜ。もう一回だもう一回。二人ともなかなか悪くないタイムだ。よし次。お疲れ様二人とも。あー疲れた。もう何巡目だっての。もうへばったのか。リオンのクラスと合同だって張り切ってたくせによ。ああ張り切ってたさ。やつが来なければな。男子はまだクロールの基本がなってないみたいだな。今から手本を見せるぞ。よく見ていてくれ。はっ。やれやれアスリート顔負けだな。語学堪能な上に運動神経抜群ってなんだよ。二物も三物も与えすぎだろ。テン。でも五郎先生がこんなにスパルタだったなんて。サキ先生の方がまだ優しかったかもね。確か今日は用事があって代わりに引き受けたんだっけか。つうかなんでトワネーまで名乗り出てんだっての。確かサキ先生の後輩に当たるんだったっけ。くっ俺もトワちゃんの授業を受けたかったぜ。いやしかしリオンやヒイラギさんの見過ぎ姿は言うに及ばず。しおりちゃんも結構グラマーだよな。それに比べて俺の幼馴染は。こら凝視してんじゃねえ。お、伊吹元気が有り余ってるみたいだな。よし、だったら次は先生と一勝負行くか。え、あ、ちょ、ま、だ、助けてくれ。あはは、いってらっしゃい。ま、骨は拾ってやるぜ。
さすがに買いかぶりすぎよ。さすがヒイレギさんだな。あれは反則よね。私以上に注目を集めるとはなかなか侮れないわ。久我山さんリオンでいいって。温泉の時に会った、倉敷しおりさんだよね。私もしおりでいいよ。そうそう、この間の記念ライブテレビで見させてもらったよ。特に最後のウィッシュウィングは本当に感動しちゃったありがとう、そう言ってくれると嬉しいな。まあ私たちだけの力で実現できたわけじゃないけどね。いろいろな人に助けてもらって実現できた最高のステージ、感謝してもしきれないわ。それってもしかしてこうちゃん、時坂くんにも関係ある？なんでわかるの？昔からそうだから。困ってる人がいたらいても立ってもいられなくて無茶ばっかりしちゃって。でも最近は一人で抱え込まなくなったみたい。ヒイラギさんと部活のみんなのおかげかな。それに多分リオンちゃんも。まったく、こんな幼馴染がいるとかどれだけ勝ち組なのよ。どうかした？なんでもない。しおりって呼んでいいかな？よかったら後でニア登録しない？あ、うん、喜んで、リオンちゃん。リオンちゃんももう大丈夫そうだね。あれから後遺症も現れていないみたいだし。それでどうするの？はい、時坂くんや美月さんとも相談したんですが、やはり彼女にも参加してもらおうかと。では今日の XRC の活動を始めましょう。まずは改めて新入部員を紹介させてもらうわね。2年生の久我山リオンです。スピカっていうグループのメンバーやってます。今度発売する新曲もよろしく。知ってるっつの、真面目にやれ真面目に。やれやれ、話は聞いたけどアイドルとか入れて平気なの？彼女のたっての希望でもありますから。あの天使の力は今も彼女の中に残っています。また力が暴走する可能性もゼロではありません。そうそう、だから今のうちにコントロールできるようになりたいの。
君たちと一緒に戦うことでね。ネメシスとゾディアック両本部の許可も下りているわ。戦力増強と経過観察ができるなら一石二鳥という判断になったの。もちろんスピカの活動は優先させてもらうつもりだけど、君たちが生半可な気持ちじゃないことも十分に理解してるわ。やるからにはバッチリ力にならせてもらうから。ああよろしく頼むぜ。いい気合じゃねえか。まあ意外と戦力になってくれそうかな。改めてよろしくですリオン先輩。話がまとまったところで今日の活動を始めましょうか。ええ、リオンさんも席について。ホロスを起動するわ。サーチ完了。森宮市内計5カ所に異界化の発生を予測。5カ所も？これが全部異界化の発生する場所なの？いいえ、あくまで予測よ。でも確かにこの数は多いわね。って、もしかして僕のアドオンのせいじゃないよね。余計な情報を拾って精度が上がってるとか。いえ、あくまでこれが森宮市の現状なんでしょう。範囲を考えるとやはり手分けした方が良さそうね。気になるのは